塚の久保です。今日はね、一つ頭を使うってことの一つの例をお知らせしていこうかと思います。まあこれは頭を使うって言ったらね、選ぶってるようなんですけども、私はいつも考えてることの一つなんですよ。で、今回私ね、3泊4日で東京の方に行ってたんですけども、その間に、九州、熊本、それから五島列島、あの辺にですね、ものすごい大災害が起きて、もう水害がかなり、もう水がね浸っちゃったりとかして、大変な思いをされてる方が多いと思うんですよ。で、これを見てどう思うかなんですよ。多くの方は多分自然には逆らえないと思うでしょ。それはある意味本当なんですよ。本当なんですけども、ここにですね、人災が絡んでるってことをいつも意識してるかどうかなんですよ。私はこれはね、 3.11 とかその前からずっともう思ってたらね、阪神淡路大震災の時からずっと思ってるんですよ。それ何かっていうと、世の中の天候とか災害を予測するのは気象庁なんですよね。気象庁がどのぐらいの雨雲を広がって台風が来て、どのぐらいの降雨量が来て、で、そこの地区の守りは大丈夫かっていうことをね、考えていくわけなんですよね。でも実際に堤防を作ったり、いろんなね、河川の氾濫を抑えるために活動するのは、これはね、国土交通省なんですよ。これ分かりますかね。気象庁が予測して、あ、このぐらいの災害が来そうだぞって言うんですよ。で、国土交通省がそのための守りを作るんですよ。ここに別の部署が働いているってことなんですよ。じゃあ気象庁が自分たちの予算で災害のためのね、対策の放送をします。そうして、実際に気象庁が堤防を作るわけではないんですよ。堤防を作るのは国土交通省ですよね。国土交通省が、じゃあ気象庁の情報を見て、このぐらいの堤防とか災害対策費用でいいんじゃないのっていうふうにして予算をケチるわけですよ。はっきり言ってケチる。で、気象庁から見ると、いや、そんなんじゃなくてもっとでかいのが来るからやんないと市民の皆さん大変なことになりますよっていうふうに思ってるけども、それを言おうもんなら国土交通省が、お前口出すなと、堤防をどのぐらいにするのか、災害対策にいくら費用かけるのかは国土交通省が決めるんだから、お前たちは情報だけ出してりゃいいんだと、判断は俺たちがするみたいな感じになるわけですよ。で、だから水害が起きる、災害が起きるんですよ。このからくりに気づいてるかどうかなんですよね。で、私はずっとそう思ってるんですよ。だって、この例えば、ね、津波が来ますとか言ってね、で、堤防を高くするわけですよ。過去150年ぐらいにはどんな津波が来てるかな、震度7、8だったらどのぐらいの津波が来るかなと、例えば予測するとするじゃないですか。そしたら気象庁はどういう災害が来るかってことを、やっぱり予算を使ってしっかりと予測してくれてますから、そのぐらいの堤防の高さじゃまずいですよと、そろそろ大きなのが来た時にそれじゃあ浸水しちゃいますよっていうふうに、まあ、お伝えしたとしても、国土交通省はいやいや、でも予算の関係があるんでここまでしかできないですよと、で、堤防の予算はちょっとね、削減しましょう、その分こっちでね、美味しい天下り作りましょうみたいなことになるわけですよ、ね、このからくりが分かっているかどうかなんですよ。だから、自然災害怖いねで住んでるのが普通の、言ってみればね、頭を使わない人の市民感覚なんですよ。そうじゃないと、だって水害が来ることを分かってる、なんで防御にお金を割かなかったんですかと、気象庁はちゃんとそのための報道してるじゃないかっていうことを考えられるかどうかなんですよ。で、多くの方がそれを多分考えてはいないと思いますよね。で、私はいつも考えてるんですけど、皆さんはどうでしょうかっていうお話でございました。それでは今回は以上です。